ごきげんよう、自称癒しの寄せ駅田です。シンクロニクルやっていきたいと思います。今回のテーマはですね、4月の19日からですねコラボ武器実装ということでねお話ししていきたいと思います。お知らせがですねこちらではなくてですね公式ホームページの方に詳しく載っていましたので、こちら見ながらねお話ししていきたいと思います。はい、まずは実施期間ですね。4月の19日火曜日からですね6月下旬ぐらいまでドロップするというもののようです。入手方法はですね、1階層の未踏域、火のですね、空洞ですね、土の1のところでドロップします。それでは具体的にそこはどこなのかというとですね、これ第1階層の未踏域ですね。これ第1階層をクリアしていただきますと、未踏域というところに行けるようになりますね。この右上の部分ですね。で、こちらから入っていただきまして、土ですね。土なので、最初の部分がですね、10になっています。で、次の部分が剣盾で、3つ目ですね。ここがですね、土ですね。トンカチみたいな武器ですね。トンカチとか斧みたいな武器なんですけど、ここでドロップするというものになります。こちらのクエストなのですが、通常はですね、C グレードまでのドロップなのですが、コラボ武器はですね、S グレードまでドロップするということで、比較的始めた方でもですね、S グレードの武器入手しやすいかなと思います。それではね、続きまして武器の詳細についてお話ししていきたいと思います。武器種はですね、先ほども言いました土ですね、トンカチとか斧みたいな武器になっています。属性ですね、いわゆるこう火、水、地、風と属性あるのですが、通常こちらのクエストでは火属性がドロップするのですが、そちらの属性に関しては特に明言はありませんので、無属性になるのかなと予想していますね。そうですね、白金ノエルさんに関してですね、特にこう属性のイメージというのがないですので、まあ無属性かなと思っていますね。続きましてスキルですね、これもですね、白金ノエルさんをイメージということで3つ指定されていますね。まず1つがですね、コンプリートマッスルということで攻撃力プラス7ですね。続きまして癒しのささやきということで、まあ ASMR が得意というところでしょうね。単終了時に自身の HP を 1% 回復しますね。まあ、この2つのスキルがプラス系のスキルになりますね。3つ目がちょっとマイナス系のスキルですね。自身の被ダメージプラス7ということで、これ常時ではなく条件ありますね。まあ、束縛というまあデバフかかった時のみプラス 7% になるということで、スキルに関してはですね、癖がなくてとても使いやすいかなと思いますね。特にですね、癒しのささやきがいいかなと思いますね。ターン終了時 HP 1% 回復するということで、シンクロニクルなのですが回復はあるのですが、ちょっとね、あの癖のある回復になりますね。範囲内回復ということで、範囲内の味方の最大 HP 時 24% 回復してくれるのですが、その一方でですね、自身の最大 HP を 20% 下げてしまうということで、あまり使いすぎますと最大 HP がですね 1とかになってしまいますので、ちょっとね回復が使いづらくなってるんですよね。ですのでこの2つ目のスキルですね、ターン終了時に HP を回復してくれるというのはですね、使いやすいスキルかなと思います。こちらの武器ね、装備できるキャラクターについてお話ししていきたいと思います。装備できるキャラクターはですね、ガチャから入手になってきますね。ちょっとね今ねストーリーで入手できるキャラでね、トンカチ装備できるキャラクターはないですね。まあ、比較的入手しやすいということで、星2キャラクターとしましてはカンターナとトシュになります。ちょっとね入手しづらい、あのいわゆる SSR 的なキャラクターですね。星3としましてはアンリーとねダルタナがいます。このうちですね、カンターナはですね、こちらですね、第2階層の表層の方でドロップするのですが、ランダーの首飾りというのはですね、カンターナ専用というスキルがついています。こちらですね、カンターナ専用ということで、豪快に振り回すの範囲が広くなるというアビリティ効果がありますので、カンターナはですね、基本的にはこちら装備した方がいいかなと思いますね。カンターナはですね、こちらの武器の装備の優先度が高いかなと思います。それではダルタナはどうなのかという点ですね。ダルタナに関しましては HP が下がった時にダメージが伸びるというスキルがありますので、例えばスキル2ですと HP 50% 以下の時ですね。例えばスキル3ですと 25% 以下の時ですね。オーバードライブなんかでも HP25% 以下の時というのがありますので、ちょっとね回復系スキルとの相性は悪いかなというところです。こちらのコラボ武器ですね、トッシュとかですね、アンリーあたりがいいかなと思います。まあ私はですね、トッシュがいいんじゃないかなと思いますね。まあね、そうですね、白金ノエルさんがですね、まあショッターの方がまあお好きということでね、まあトッシュあたりに装備させるとね、なんかね武器の方も喜んでくれそうな気がします。はい、ということでね、周回編成についてお話ししたいと思います。まあこの武器目当てのためにですね、新しくこう初心者ですという方向けにですね、ちょっと基本的なことからお話ししようかなと思います。まずはですね、編成ですね。
有利属性ですね、水晶属性が水となっていますので、水属性キャラをですね編成するといいと思います。属性に関してはですね、有利属性は30くらいの有利になっていきますね。多分ね、30というのは 30% だと思うのですが、単位がちょっと分かんないのですが、30有利ということになっています。無課金ですとね、そうですね、ビスケとかですね、こちらのキャラクターとかですね、またラミーですね、こちらとかですね、あとはガラハットあたりがいいかなと思いますね。その他ですと、こちらですね、ギュンターですね、第1章の選択でね、入手になってきますね。こちら選択肢変わりますと入手できないというキャラクターになってきます。あとはですね、こちらですね、ステンノアマルティアですね、こちらもですね、第2章の選択で入手になってきます。あとは課金としましてはですね、あとはランフとかエドワード、アルス、モモ、ムーサなんかがいますね。まあ無課金でもね、まあ比較的バランスいい編成できるかなと思います。じゃあそうですね、試しに編成してみます。まあ例えばね、こんな感じかなと思います。まあできればね、サブも編成した方がいいのですが、今回はですね、メインだけで行ってみたいと思います。はい、ドロップについてですね、現在ですね、ドロップ率がわからないのですが、まだねアップデート前ということで、もしかするとドロップ率厳しいかもしれないですね。それだけはちょっと注意点かなと思います。ドロップするものとしましては、敵や宝箱から入手できます。ですので、もしドロップ狙う場合はですね、敵とか宝箱をですね、丁寧に倒していった方がいいかなと思います。これオートランですと直接ですね、ボスの方に向かってしまいますので、手動でね、ここ行ってくださいってチェックするのがいいかなと思います。もしも面倒くさいならですね、スキップチケット使用するっていう手もあるとは思いますね。まあ、例えばですね、周回するとしたら、例えばここら辺にこう行ってくださいってこうポンとこうタップしてあげますね。でこうファーストアタックをかけてあげますと、先制攻撃でね、 HP 削れますのでおすすめです。有利属性で編成しましたのでね、サクサクと敵倒せますね。特にね、倒すときはダッシュしながら攻撃しますとチャンスになったりしますね。チャンス発生しましたね。先制攻撃プラススピードがアップだったかな、そういう感じの効果がありますね。こんな感じですね。で宝箱を取っていくという感じでね、周回していくのがいいかなと思います。はい、ということでね、今回はですね、4月19日からコラボ武器が実装ということで、白金ノエルシンクロニクルコラボ武器ということでね、とある騎士団の特殊メスというのをですね、お話ししてみました。動画ご視聴ありがとうございます。少しでもね、参考になれば幸いです。今後もですね、シンクロニクルの動画投稿していこうかなと思いますのでね、チャンネル登録とか高評価していただけますと幸いです。